おはようございます。ティレと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。今日はですね、あまり寝れてません。で、まあいつもちょっとインターネット開いて、何を間違えたのかね、たまにサイトにあるじゃないですか、ウイルスみたいなの、なんか間違えてサイト飛んで、いけないサイトじゃないんですよ。調べ物してたらそっち飛んじゃったんですけど、まあそんなんいいんですけど弁解すればするほどね、変なことになっちゃうんでね。はい、今回もチーム紹介で申し訳ないね。ちょっと最近続いてるチーム紹介、今回さらっと申しました。まどろみの剣、前回は誘惑の剣でした。皆さんご存知ですかこの言葉だ、なんて言った今僕皆さんご存知ですかこの言葉を、まどろみ教という言葉たまに生放送で出てくるんだよね、まどろみ教誘惑の剣を使ったなら使わざるを得ない、まどろみ教。前回の動画とやることはほとんど一緒になってしまうんですよ。まあ、理論は同じです。はい、誘惑の剣が混乱とか誘う踊りとかね、そういう風に相手を攪乱するのであれば、このまどろみ教というのは何をするかと言いますとね、ひたすら眠らせることになりますまあそういうことになりますよね。はい、基本的には今回は属性が散ってるわけじゃないですよね。前回はちょっとパーティーちょっと散ってたじゃないですか、精神的行動不能とかをする。今回眠りに特化します。はい、まどろみ切り、もうまどろみ切りドラリホとバブロム全部眠り、いきましょう。まどろみ教出陣出陣から開始早々強烈なあたり、さあエビルスピリッツ、なかなか珍しいモンスターじゃないですか。ダリホー、はーい、はーい君はダメで、なんかさ、ちょっと待って、お前またいんの今回はね、勇者で活躍バブルボム、GO! なんかさ、最近軍隊がにお前出すぎじゃねなんかここ最近でなんか3回ぐらい出した覚えあるわ。はい、勇者に飛びまーす。さよなら。あー、強ーいてーよー。いてーよー。てかさ、ラリフォーで誰一人眠らせてないの、ちょっと。誰一人眠らせてないじゃねえかよ。あー、エビルスピリッツ。あー、まあでも300いくか。打撃耐性あるからねエビルズこの見た目で、ね、身の守り18なんですけど、ちゃんと打撃耐性ありますから、おう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 、打撃耐性あるとは言うても結構食らうんやけどやることは一緒ですよ。ラリフォーをして、やってるね、動かけで状態にさせてからのね、勇気勝ちやること一緒ですね、違う点といえば、まどろみの剣は今回眠りに特化してるんで、眠りに弱い相手が来れば本当に刺さるようになります。前回みたいに散ってたりするとね、誘う踊りとかね、精神的なものに散ってたりするとね、まあ、そっちの方がいいと思いますけど、僕はちなみに。さあ、まどろみ教、いざです。出陣あれひょいじゃねえんだよ。ひょいじゃ。こいつにさ、ひょいじゃねえんだよ、お前。ね、勇者や賢者と組むと、軍隊ガニのこの眠りの方がね、バブルボムになります。爆発ブレス。そして眠りの通過効果があるっていうね、なかなか強力な朝になるんですけど、眠らない。マルチブレスだといきます。はい、何？あ、でも聞いたわ。オッケー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 。エビルスピリッツは、なんと、よりにもよってですね、このドルマ、A ボタン、もともとエビルスピリッツはドルマなんですよ。なかなかの火力を出すね、技なんですけど、なまじそっちが変わってしまうせいで、攻撃がほとんどできなくなります。やり方状態上です。マルチブレス、うん。本当にね、なんか攻撃できなくなります。マルチブレスが変わってほしかったですけどね。まあ、ね、幸運したらわかるようにね、皆さん、わかりますか？なんか追い詰められてます。あれ気づいたらなんかこのチーム追い詰められてませんかなんかすげえ追い詰められてる感パないんですけど、まあ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 、まだ焦るの早いですよ。状態上チームっていうのはね、相手を動かなくしてこっちだけ勇気勝ちっていうずるい戦法が得意なんでね、ここからそのずるさを発揮していこうと思うんですよ。大丈夫ですかね、なんか不安な気がしてきましたもん、僕なんかね、雲を怪しいんで、まあ削り勝ちはできないからね。賢いなお前、スペシャルカード使ってるのにヒャド隣なんて、いてえ、やばいやばいやばい、ちょっと待って、止めて、なんかまどろみ教、なんかいいとこ誰一人ない、エビルスピリッツぐらいしか止めてない、 GO! エビルスピリッツぐらいしか止めてないから、そうそう、眠らせて眠らせて眠らせて、熟睡熟睡熟睡、おやすみなさーい。あれーちょっと待ってちょっと待って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 、ホースビー動いたら負けだぞ、ホースビー動いたらだって、あ、ラリホーラリホーラリホー唱えるぞー、ライホー、あれ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 、これ軍隊ガニ行きますよね、400ぐらい出ますよね、バッ
ダサくか。まあでもね、待ってください、待ってください、落ち着いてください。さっき言った通り、ラリホーが刺さる相手には刺さるということなんですよ。つまりね、刺さる相手であれば大丈夫ってことですよ。あのさ、ニッピーチームがえらいことなってんだよ、そのせいで。そのせいでな、なんかニッピーチームえらいことなってんの。さっきのなんかさ、毒の沼チームが一転して急になんかごっつい脳筋ばっか出てきました。なんかこれ敵が脳筋になりました。こうなったら、こうなったらさすがに大丈夫だよ。こうなったら勝てるでしょ。もう勝てるでしょって言っちゃったじゃん、うん、よいしょ。いやー、まどろみ系今日はちょっと調子悪いな。配信メールの時に使い果たしたか。さあ、脳筋モンスターたちなんで、まあな、ある程度止めないとね、もう無理ですよ。もうある程度止めないと勝ち筋がなくなってしまいます。まあなんだかだ、エビルスピリッツたちも避けれない。打撃耐性のくらい 350? 打撃耐性あるとはいえ350食らってんだけど。だいぶ食らってんな。向こう結構火力高いから止めないとダメだよ。バン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 、バブルボン、バブルボン、バブルボムのさ浮力確率低いね。やばい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 。いやラリホーで止めてくれないと厳しい。いけラリホー、ラリホー、よし、なんとか一体止まった。エビルスピッツは優秀だね。エビルスピッツはそこそこ優秀だね。まあいやー、きついね。さっきもなんだかんださ、普通に火力バシ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 されて負けとったけ。こうなってくるとね、勇気の逃げ切りって、状態所チームって状態所の使用上勇気が溜まりにくい必要があるんで、こんなんだと勇気使ったところで結局追いつかれちゃうんですよ、通常で。なんだったら向こうの方が光玉使ったら早い方が悪いので、向こうが光玉使って先にチャージできるまであるんですよ、こんなグダグダしてると。それが怪しいところですね。バブルボム、調子悪いね。刺さるときは刺さるんだけど、ラリホー、同じやつ止まった。しゃあないなこれ、同じやつが止まってもあんま意味ないな。いや、脳筋、向こう脳筋 TV なんだからさ、ちょっとやばい。なあ、強いよ。直線。あー、まどろみ切り。いや、ちょっとそろそろまどろみ切りのさ、まどろみ強の力見せてよ。こんな大魔王じゃ絶対できないの分かってるじゃないですか。大魔王ダメなの分かってるじゃないですか、こんなもん。このチームが大魔王行っても。まあ、向こうの方が、なんだったら脳筋 TV の方がさ、大魔王適性ありますからね。エビルスピリッツが攻撃できないとか考えると、圧倒的大魔王無理なんで。対人ボードでしかこのパディは使えない。なんかこのターンにね、なんだったら終わりそうな気がします。このターンに飛べればいいんですよ。僕はね、あの 2P チーム、とんでもないスピード用意してるんで、引きますよ。久しぶり、メルビンが。このパーティー全部打撃なんですよ。物理なんですよ。なんで、止めなかったら終了です。あ、来ました。ここでね、エビルスピリッツか、止めてくれればそれでいい。あー、そいつばっかり止まる。まあ、死神のライアンが止まったからまだ。あ、でもいいよ。ここで誰行く ?2 体止めればもう無心攻撃ほとんどなくなったようなもんですよ。外れたいや、でも必殺バブルボムがあります。必殺だからね。あれ、かっこいいんだ、この演出が。はい、パチッ。かっこいいよね、このバブルボムの竜王のやつと一緒。あー、もうダメかも。当たらなければいい。避けましょう。避けれる。よし、外れてる。外れてんのか。さあ、動く石像残った。いやー、無心攻撃この倒れかかるとか嫌な予感がするんだけど。避けろ。うわー、危ねー。次のターンワンチャンあるな。次のターン耐えればワンチャンあるな。いや、無心、無心攻撃後の戸惑いながら攻撃が381出ます。さあ、こうなると勝ち筋はただ一つ。このターン全て止めます。このターン食らっちゃいけないよ。もうダメージ、もう食らえない。さあ、勇気溜まった。岩投げ爆発、岩石投げ。待って、避けろ。あ、全部避けた。よし、ここも全部避けろ。もう一回全部避けろ。押し潰す。一回奇跡見れたわ。
あまりの低たらくに、いよいよね、この男が動き出した。いや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 、ちょっと今日早い出勤なんだけど、3戦目だよ。いつも4とか5でしょ。早くない出勤が。来ました、魔王。行きます。レジェンド同盟最強、無道の登場です。勝たせる気ないじゃん。この手の状態上パーティーは決して弱いってわけじゃないんですよ。勘違いしないでほしいんですけど、強いんです。ただ、安定する構成ではないっていうのが弱点ですね。なんで、例えば大会とかで4回勝たないといけないってなった場合、4戦ともこのパーティーを使うって人は全く持っていないです。で、何が強いのかっていうと、決勝戦とか、ここは落としたくない、大一番っていう時に、状態上パーティーを使って運に走る。良くも悪くも、運に左右される面が大きすぎるんですね。なんで、昨今の大会、嘘、寝たよ。なんで、昨今の、黒ブレもいい例なんですけど、例えば黒ブレでも、例えばその有名なさ、メタパーティーってあるじゃないですか。そのパーティーが安定して勝ち進めるし、初見殺しを仕掛けることができるようなパーティーがあったとします、黒ブレに。あるんですけど、それに対して、メタを張ることってできるんですよ、確かに。結構、ただし、そのメタを張るには結構いろんな要素がいるんですよ。例えば黒ブレの話になっちゃうんですけど、例えばツバゼルを何度も制す必要があるとか、こちらだけが一方的な不利 な状況になりやすいんですよね。一方的な不利な状態に貶められやすい。その理論が成功すれば確かに倒せるメタユニットとなり得るんですけど、そのメタユニットとなり得るためにあまりのその犠牲を払うことが多い。こっちだけが不利な状況になりやすいですからね、言っちゃえば。なんで常用するには向いていない。あと状態上っていうのは結構こちらだけが一方的に不利になりやすいんですよね。なんだかんだ攻撃して起こしてしまうとか、うまく決まらなかった場合とかにのリスクを背負うんで結構厳しいです。さっきなんだかんだに武道がよく寝たなと思います。おー、聞いた、ワンチャンじゃねえかこいつら。キサキ君寝たぞ、ワンチャンあるな。さあ今のところ今回エビステッツのキレがいい。ただこの悪夢でやられるかも、結局この悪夢でやられる可能性あるけどね。ラリホマ、エビスピッツはまずい。これは寝てないね。おし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 。なんで、例えばね、この武道がめちゃくちゃ強かったとします。で、例えばこのパーティーだってうまいこと、今のような状態上決まりまくれば勝てるわけじゃないですか。ただ、結構こっちが一方的に不利になりやすいのは間違いない。残念ですね。どうなんだろうね。でもトーナメント放棄になっていく。よいしょ。でも、いい感じに今ね、戦えてるよ。意外となんか互角に戦ってんな。大会理論を今披露してるところだけどさ、自分が。意外と戦えてんな。1893あれば、ワンチャン耐えれるかもしんない。武道に勝てんのこのパーティーもしかして。勝てるスペックを秘めてんのさっきなんか、脳筋 TV にすらボッコボコにされたけど。ワンチャンあるよね、これ。敵の攻撃ほとんど受けてないし。よいしょ、ナイス。それでかいんじゃないか。勝てんじゃねえか。勝てんじゃねえか、これ。もしかして。もしかして勝てる。窓踏み級をもしかして無道に勝てる。あるな。ここに来て、そう。だからさっき言った通り、大一番で力を発揮しやすいんですよ。だから、決勝戦とかの大一番の時に、同じパーティーになってしまうことって結構多いんですね。モンバトルもそうだったけど。さあ、ここのラリフ大事。マルチプレスか。いいよー。これ何？でも溜まってなかったな、勇気。勇気溜まってないね。ワンチャンあるな。これワンチャンあるんじゃねえか。大会ローンチパーティーになるより、少しでも、爆地狙って、同じパーティーの場合ってなんかさ、結局先行、黒ブレとかと先行優位になるんやけど、ね、たとえ、もう一つなんか、こっちが不利な条件背負ってでもメタれる可能性がある。っていうのを取ってる。今ね、まさにその光景だよ。メタなユニットで、メタを張れる可能性は確かにあるからね、このパーティー。てか、これ、勝ったんじゃない？今、僕さ、大会理論披露してたけどさ、勝てんじゃね？これ、勝てるよね。これ、勝ったよね、なんだったら。1ターン目がほとんど完璧だった。悪夢。だってこれさ、勝ったでしょ。ほら、
嘘でしょ。あの命青春軍とかでもさ、ボコボコにしてきた武道がさ、こんな大快挙する。あ、うん、それはいいんだけどさ、今まで負けまくってたパーティーがさ、こんなところでさ、屈指会心渾身大快挙をなせるってことある？いや、まさか。ちょっと待って、僕が大会のことベラベラ喋ってる時にさ、まさかこんな大快挙するなんて思わなかった。よく勝ったな、無道に。状態異常がめちゃくちゃね、うまいことハマってた。はじめ呪いとか、ラリホーとかすごかった。ちょっとね、マジですごかった。いや、こういうのがね、この状態異常パーティーの大一番ってことですかね。勝負あり。勝負。たまに現地大会でこんなことあります。なんていうんかな、グダグダな決勝戦とかね。決勝戦だけじゃなくて、その大会でいざさ、どんなチームが出てくるのかなと思ったらさ、お互いがお互い全部状態異常みたいなさ、ふざけたねことになってしまうことって結構あります。ワンの時は特に、モンマとワンの頃、ストーンマンと状態異常で固めて光の玉逃げ切るっていう戦法も普通にあったんで、まあ要するにこれワンの再来というか、状態異常パーティーがぶつかった場合何が起こるかっていうと、特に今回主人公いるからつばせり合いが特に今回主人公いるからさ、つばせり合いが全てになってるぞ。これ状態異常同士が勝ち合った時って結構ね、逆に心理的要素も噛み合ってんじゃないかな。つばせり合いするのも当たり前だけど、この場合ってとどめ勝ちをお互い狙うじゃないですか。どちらかが圧倒的に止めれば、まあもちろん話は違うんですけど、あまり止めない互角な勝負の場合って、意外とこのパーティーで削り合うってこともありえます。判定勝ちの6ターンね、このゲームしようとして6ターン勝負がつかなかった場合、おおおおおお、6ターンが勝負がつかん、いい、6ターン勝負がつかなかった場合、判定による HP の多い方が勝ちますから、あえてこの状態異常パーティーで頑張って火力出すってことも、判定勝ちを視野に入れてっていうのありますね。特にね、つばぜり合いしたところで、うわ、これ聞いたの誰か、うわ、エビスピッツか。お互い一体ずつ止めていく。お互い一体ずつ止めていくパターンになりましたね。特につばぜり合いとかも含んで、勇気がたまりづらいんで、お互いのパーティー下手すると6ターンでも勇気たまんないっていう陳時に陥りやすいです。まあ今回はたまるかな。はい、まあ、つばぜり合い次第にはなるんだけど。さあ、バブルモム、あー、さすがに効かねえか。こっちは眠り泡です。さあ、こっちは眠り泡、せーの、バン、あー、ちょっと2体起動電子でしたね。いやー、ここで別に動けない。状態上同士のね、このね、試合で泥試合って言うんですよ。ちなみにこれ泥試合って言いますよ、これ。さあ、はい、おー、避けていくね。結構、使用者が結構いい感じに避けてんね。さあ、嘆きの歌。ダメージ的には 1P チームの方が有利に見えるな。ダメージ出す分だったらね。うん。さあ、まどろみ切り。でも、いい感じにまどろみ切りが、いい火力出てんな。そして、意外と火力出てんな。じゃあ、行きますか。つばぜり合い。え、これどっちもあるか、もしかして。あ、やべ、目押しですね。さあ、ここ、おお、吹き、私見てました。10秒の時にR 押し忘れたんですよ。てか 2P チーム赤いかなかったんだね。 2P チーム個人的にね、赤いくと思った。いや、こうなった時ってどうすんの。状態中チームって、モンマス同士だったら、本当にお互い状態中の掛け合って、で、先に玉とか勝ちみたいなゲーミングなんですけど、主人公入れると、つばぜり合いこうなっちゃった時点で、もうどうすりゃいいのかわからないんですよ、僕。削り切るしかないですよね。しかも 2P 側ぐらい削り切ろうとしてんの。きつくね？いや、きついな。あー、ひねえ、ぐだぐだだな、こりゃ。そうだよね、デュラハーンがどんだけ頑張るか。ドラムクラッシュ、当たったね、よく当たったね。あー、でもこんなもんなんだ。へえ。まあ、もう一品からしたら止めるだけです。マルチベース、それあんま意味ないやつ。シュベルクでしょ。意味ねえ、意味ねえ。
さあ削り切りを狙う 2P チーム厳しいと思いますけど火力パーティーでもないんだからな。でみんなだけ期待して、まあみんなはないか。さあ前回頑張った誘惑鏡大好き、行くぜ。好きなんだ。はい、混乱しないか。このターンもう耐え切れば1P勝ちでしょまどろみ鏡、まどろみ鏡初めのさ1、2戦目なんかひどい目にやってたんだけど何が、なんだ、スロースタート、レジギガスふんががふんががしてんの急になんか後半無道にや、ああでも、でも、大丈夫、熟睡。さあ行け、おやすみなさーい、いい夢を、あれでも勇気たまったから勝ちだよはい、ダメ押し、ラリホー、ラリホー、あーいいねー、しかも理想型デューラが寝た。え、何このパーティー、なんだ、初めダメだと思ってたけどさ、なんだそこそこやんじゃん、なんだそこそこやんじゃんか1戦目2戦目の時にさ、あのできれば勝ってほしかったけどさ、で3戦目4戦目で意外と勝ったね。4戦目はどっちが勝ってもおかしくなかったというか、1ピール基本的につばせり勝つなちょっとね、やっぱね1ピールが強すぎるな、このつばせりまどろみ鏡いいっすね。